放題始まりました。ちーチャンネルです。さあ、他が、はい。はい。アイドル失格の神田翔花です。はい。お願いします。曜日間違えてて。はい。ごめんなさい。すっぴんで電車に飛び乗って、電車でメイクしてきました。あららら、日本人っぽい。本当はマナー違反なんですけど。さあ、アメリカ人の翔花さんですね。はい。まあ、いろいろ解いてほしいっていうリクエストは来てるんですが。来てましたね。はい。以降は多分時間がないと思うので、させていただきます。ごめんなさい。次に回すとして、早稲田理工一番難しいんで。ああ。一番時間かかるんで。なので、今回は文系だと一番難しい、早稲田の社会科学部ですね。ああ。私、社会学部ですよ。違います?ソシオロジー。ソシオロジーなんですけど。なんですけど、どうなんでしょう。でも問題には全然関係ないですけど。ああ。まあ、読解問題はいつもイコノミーエコノミストとかですね、ニューヨークタイムズとか難しいのばっか出てくるんですが、正語問題、それが果たしてネイティブスピーカーは分かるのかっていうので、グラマーナツィのところを生かしていきたいと思いますね。それがどうなるのか見ていきたいと思います。こちらが問題です。はい。Finding errors で、さらに選択肢に No error というのもありますので、それが厄介です。間違ってないかもしれないっていう。これは、間違っているところに丸をするっていう。そういうことです。はい。です。これはまあ熱い。友達のとか直すとね、嫌われるので、そういうのはやってないんですけど、いつも自分がテキストとかで打つのが文法的に合ってることを意識しちゃってるので、なるほど。お前できるやろみたいな感じで頼まれてましたね、学生の頃は。これってつまり1個しかないっていうの楽じゃないですか。なんか全部半信半疑にならなくて。それはこれもこれも全部間違ってるんじゃないかっていうのはなくなるんで。ただ、もしかしたらどこも間違ってないかもしれない。あ、まあそれはありますね。結構やっぱり。E が多すぎて怖くなるな。来ました。ノーエラーがいっぱい出てきたという。割とありますね。なるほど。自信のほどは。自信は割とあります。おろろ。自信は割とあるということで。では、見ていきましょうか。はい。そうですね。一アメリカ人の感覚として。なるほど。感覚で、直し方とかはすぐこれこう直すだろうな、みたいなの。割とあります。なるほど。読んでみてください。間違ってる方の読んで。そうそうそう。Anti-nuclear movements become prominent features of advanced industrial societies in the 1970s as the use of nuclear power with electricity generation expanded. で、見てすぐ、うってなりました。うっていうか、まあ、後ろ読まないと時勢は分かんない。まあ、そうですね。はい、いや、でもここら辺でもうすでに違和感があります、ね。あ、なるほど。もう現在形の時点で、はい、prominent features に、いつもなるになっちゃいますもんね。こういうので始まるのって基本的に、ここは過去形なことが多いなっていう。なるほど。だから A で過去形。はい。正解です。原子力ね、反対だっていうやつですね。ああ、確かに。っていうのがあって、で、1970年代っていうのがありますから。はい、もう過去ですからね。はい。正解でございます。さあ、そして2個目が。はい。The act of recounting what has happened introduces a degree of ambiguity into history because different perspectives create different histories. ここ気持ち悪いですね。はい。ここが has ですね。正解です。その通りですね。what has happened ですね。recounting とかも受験生にとってはね、全くわかんない。おー。起こったことをまた言う。それは。まあ確かに数えるとは思わないですもんね。また言うんですよね、そのことを。はい、で、introduce A into B の形で。はい。で、ambiguity だから曖昧っていうのを入れると。後ろの方は perspectives create だから問題ないですね。はい。3人称単数形でございます。はい。さすが、グラマーナツィ。さあ、3番目。3番目。Given the constant and cumulative nature of microaggressions, it's important to find outside help, especially if there's a power imbalance or pushback puts you at risk or in danger. で、ここのプッシュバックが、ここにハイフンがつくべきかみたいな。おー、なるほど。そこで。そこかな。でもこの表記見たことないんですよ。なるほど。まあ基本的にここハイフンついてることが多いんですけど、でもこういう表記もありなのかなっていう。自分が見たことないだけで、もしかしたらこういう風に書く人もいるのかな。ああ、なるほど。そう思ったわけですね。実はそこは正解です。あ、じゃあここですね。はい。その通りですね。これだと、プッシュバックって言ったら、バックしてるみたいにね。動詞になっちゃう。ということで。あ、そうですね。迷って。E にしたんですけど、まあでもこっち、はい。まあ迷って、まあ引っかかりはしました。引っかかりはしたんで。なるほど。どういう意味ですか？じゃあこれは。これがマイクロアグレッションズっていうものの話なんですけど、マイクロアグレッションズって差別的な発言だけど、ふわっと言ってる。明らかに差別用語を使ってるとかじゃなくて、例えばアメリカ人みんなガサツだよねみたいな、ふわっとした偏見みたいな。だいぶ偏見だけど、まあだいぶ偏見ですよね。それで、それにちょっと待ってって言ったら、危険なシチュエーションになってしまう。反論したら、プッシュバックです。そうそう。こうやって言った時に、そうしたらあなたが危険になっちゃうよって。でもこれ名詞じゃないですか、プッシュバックっていうの。それを分かったらすごくないですか？これだから分かるわけないから意味絶対分かんないです。でこれ他も実はいろいろ出たことがあって、義分ね、考慮するとっていうのが出たりすることもあるし、はい、あとこのインバランスも出題されたことがあります。これが例えば S になってるとか、アンバランスって書いてある。日本語だとアンバランスって言うんで、確かに言いますね、はい、だからそれが出題されたりとか、あとはこの at risk と in danger ね、あそれぞれ前置詞、こっちはあとない、こっちは因果も問われたりします。いい問題ですね。いい問題。普通アメリカ人は何それってなるのに、こういうの読んでました結構。なるほど。社会学で出てきそうな内容が出てきて、ちょっとテンション上がりますね。さあ4番、はい。Along with the promotion of higher wages and skill development, the respect for diversity and flexibility of choice policy calls for the creation of an environment which people can work regardless of their gender and ensure flexibility. これは C。まあ、さすがにないですね。これはね、すごく変ですね。そうですね。in which とか where とかね。そういうのにしろっていうのはよく出題されますね。関係代名詞とか、relative pronoun とかわかります？わかんないですね。ちょっと文法そういう風に覚えてないんで。はい、そう関係代名詞はここには置けないですね。関係代名詞の場合は後ろに欠けてる部分がなきゃいけないんで、はい、名詞が。In which people can work か、where people can work っていうので、エンバイロメントにかかるやつです。正解でございます。はい、これは結構わかりやすいやつですね。さあ、5番です。はい。It takes work to unlearn the way the many fraught words and phrases in our culture lexicon, but most people find it's not that difficult to do once they set their minds to actively being more inclusive. これはノーエラーで選んでます。はい、ノーエラーが正解です。なかなか難しい分ですけどね。そうですね。ここが半信半疑になりそうになるよね。この that のところが。そうですね。that ここに入るんやみたいなところはあるかも。so difficult みたいなね。副詞の that というやつですね。はい。で、unlearn とかね。これもいやでもこれは最近めちゃくちゃ使われてるんですよ。そうなんです。アメリカの2020年あたりの Black Lives Matter の運動があってから Unlearn っていうのが割と使われるようになってますね。どういう意味になりますか？ Unlearn 流行った言葉で Life is basically unlearning half of what you learned until age 18 みたいなのがあって、18歳までにこの植え付けられた偏見だったり、自分の思ってる周りの価値観とかを見つめ直して、どれが正しいかって自分で考えて結論にたどり着こうっていう、その偏見を習得してしまってるから、それをなくすわけですね。はい、それが Unlearn ですね。そうですね。だから動詞に an がつくと逆の動作になる。そうですね。それは小学校 2,3 年で習いますね。prefixes and suffixes みたいなのでやります。でここのインバランスの im とかもそうですね。そうですね。だから形容詞に an がつくと否定、はい、動詞に an がつくと反対っていう意味になるので、ロードの反対 unload とかね。なんで learn の逆なんですよ、unlearn。ラテン語とか習うタイプの学校に行ってたら多分めちゃくちゃ習うんでしょうけど、ラテン語がある学校行ったことなかったんで、ちょっと触れるぐらい、トライだったら3だよみたいな、こういう風に。でプロって結構出てくるんですけど、英検1級とかで。なんかあんま使わなくないですか？なんか意味もふわっとしかわかんないかも。意味がこれどういう意味なんだってなると思いますね。複数意味あると思うんですけど、はい、イギリス英語と多分アメリカ英語でも違ったニュアンスだと思うんですけどね。なんでですか？不安にさせる、気がかりな、心配そうな、軽減されるみたいな、そういうあれかな。イギリス英語って書いてますけどね、主に。あんまり使わない。あんまり使わないです。はい。で、その辺が難しく、ここの being のところとか結構動名詞です。そうですね。慣れてるタイプの人じゃないと引っかかるんじゃないかなとは思います。セットがあってね、セット A to B そう、はい、という形で。なるほど。この being more inclusive っていう概念になってるんで、こう含む、はい、っていう感じでした。はい。そう、unlearn とかは、前は結構点々ついた気がするな。結構その、アメリカとかで運動とかがあって、うん、社会運動で流行って、unlearn が普通に使われる言葉になったから、多分点々が外されたのかなっていうのはありますね。We can't unlearn とかって見たことあるなのかしら。で、次が6番。6番。Among international relations scholars, there has been many debate on the consequences of the end of the Cold War for war and peace in the international system. なんかここで引っかかって止まっちゃいましたね。そうですね。当然止まっちゃいますね。はい。そうですね。待てってなりません。これはおかしいと思うので。はい、これマッチって単体で使いますよ。それとも so much とか a lot of とかにしますか？あ、でもマッチを使いますね。has been matched っていうのは OK。もうハスの時点でマッチしかありえないんで。そうですね。あれはでも深さんですからね。I have much money ってでも言えます。言わない。言わないですよね。なんか昔は言えたのかもしれないけど、今は言わないですね。でもこっちは大丈夫なんですか？マッチディベート。硬いからは大丈夫です。やっぱそれはこの表現としてディベートだったら大丈夫。はい。なるほど。インフォメーションは。あります。抽象的な概念だったらありなんですよ、結構。だからマニーとかだと、なんかここにあるものだとあんまりマッチ使わない。なるほどね。例えば、リンゴとかマニーとかだったら多分言わないんですけど、こういうディベートとかインフォメーションとか、こう自分がこう手で持てない概念だったら、マッチ使うイメージありますね。それで、I have much information はありです。I have so much information もあり。I have a lot of information もあり。どっちでも大丈夫です。I have much information 大丈夫かな。大丈夫ですよ。I have much money は変だけど。は変だけど。わからないな。この辺のね、どこが OK でどこがダメなのかが微妙なんです。いつも思うけど。Debate on the consequences of the end. そうですね。Cold War の結果、コンセクエンスに関してディベートがいっぱいあるよっていう正解でございます。さあ、7番目。うわー。The post-9/11 challenge to sovereignty is organized and led by a hegemonic state which is seeking simultaneous to safeguard and limit Westphalian sovereignty to suit its particular interests. これが simultaneously ですね。そうですね。seek to do の間に入ってるっていうので、seek の後ろに形容詞おかしいだろうっていうですね。はい、同時に守る。そしてリミット。はい、このウェストファリアンとか聞いたことないです。初めて聞きました。これウェストファリア条約とかね、昔世界史で出てくるそのエリアのことですね。だからジャーマンだったりその辺りのエリアですね。ああ、ウェスタンセントリックとかの方が使うイメージあります。そもそも私の社会学部でも東洋のものをリジェクトして西洋のものだけが世界の中心にあるみたいな考え方があるみたいな話をよくしたんですけど、その時にこのワード使わないですね。ウェスタンセントリックみたいなっていうのがウェストファリア条約っていうので、こうになってますね。そうですね。Former province of Northwestern Germany とこういう書いてますから。私卒論でも使いましたね。Western centric ideology みたいな。ヘゲモニーとかね言われるやつ、日本語だと、英語だとヘジになりますね。この辺も難しい表現ですけど。まあ使わないですけど。ソーバニティと似てるんですけど。はい。でもこれは IC がついてることで part of speech がわかるので。そうですね。形容詞だ。引っかかりはしないかなっていう。すごく難しい表現ではある。そうですね。続いてが8番でした。はい。はい。No biologist has ever been able to provide a satisfactory definition of race, that is, a definition that includes all members of a given race and excludes all others. これは間違いはなし。正解です。合ってますか？やった。でもこれめっちゃいいこと言ってますね。好きです、この文章。できたことがないよ。はい。この満足に、このレースというね、人種というもの。まあ、アメリカ人ですからね、レースは気にする国ですから。まあ、そうですね。もう、会った瞬間から私はジャパニーズ・アメリカンっていうのがもう。excludes all others ね。はい。でも肌の色とかもグラデーションというか。そうそうそう。で、よく言われました。アメリカ人の先生が、白人なんですけど、結構日焼けしてる。こうやってやられました。ほら、同じでしょつって。そうなんですよね。俺の手とこうやって持って、こうやってほら、みんなに見せて。肌の色で決められるわけじゃない。どこがイエローでどこがホワイトなんだって印象的でした。さあ、9番。Meanwhile, the world's existing production capacity of both oil and gas are already close to being fully used. ここを迷いましたね。迷った。でもここが Y のあたり B かなっていう。正解です。これ both っていうと、2つ capacities って言いたくなって、それで R にしたいって思っちゃうけど。これも手術の1、この what has のとこと同じです、ポイントは。主語は capacity なんで、capacity is ですからね。これだから oil and gas are だと思っちゃうと、×っていうですね。でもアメリカ人でもこれはやっちゃいそうですね。そうです。多いですね。やる人は多いです。まあ、ただこれ明らかに文の途中だから腹立つけど、文章の途中、meanwhile っていきなり言われても、何の前だよと思うけど、さすが気がつきますね。これだと結構探せ感があるんで、やっぱり、あ、絶対あるんやろうな、みたいな感じで見ちゃうんで。さあ、そして最後が。はい。Such quandaries might suggest that ethical issues should be left to other social scientists, but that division of labor would be untenable. っていうのは、ノーエラーです。正解です。ノーエラーです。これどういう意味ですか？これは多分受験生さっぱりわかんないと思います。アンタノボってどういう意味だっけ？なんか。Quandaries は？Quandaries はクエスチョンみたいなあれじゃないですか？Quandaries 葛藤とか言われたりしますけどね。こういうものについての ethical issues だからモラル的な考えとかそういう哲学的なところは other social scientists っていうのはこれについて喋ってる主語みたいな団体がいるんでしょうけど、他の社会学者さんに任せたいところだけど、でもそれをこう振り分けるのが無理だからみたいな。ああ、そうですね。アンテナボン維持できないっていうのと、あとはサポートできないかっていうような意味があったりしますね。ということで、できましたね、基本的には。これだけ。これは、はい。このハイフンのあれが。まあ、基本はやっぱり解けるということで。はい、グラマー好きにはできるということでございましたので、ぜひこれを参考にしていただければと思って、はい、だいぶ勉強になる表現とかも出てきたので。え、これ他の人結構全問正解します？ネイティブだったらまあまあ解ける。この年は年によってもっと難しい、はい、でもやっぱり日本人はそもそも言ってることがさっぱりわからないので。あ、でも分かんなくてもいけますよ。そう、分かんなくてもいける問題もありますが、例えば10とかは何にも分かんないんで、そもそもノーエラーとか選べないわけですね。分かんないから何も。でもここのパートオブスピーチの最後の部分とかを取って、なんとなく分かったりはするんじゃないかな。それだったらここが引っかかりそう。このプッシュバックが引っかかりそうだなと思うんですけど、それ以外だったら割と、たくさん英単語を見てきた人だったら、S で終わるなとか IC で終わるなとか、終わりの部分とかを見て、これは名詞なんだとか動詞なんだとか形容詞なんだとか、そういうのを察せるんじゃないかな。あ、それはできますよ。品詞に関しては察せる。はい、はい。ただ、間違いを見つけるときは意味関係なしにやれば、はい、でも、ノーエラーってできないんですよ。そもそも意味が違う単語が書かれてる可能性もあるんで。それもあるのか。だから、ノーエラーが選びにくいわけですね。はい。そもそもね、こんな言い方もしかしたらないのかもしれないとかですね。今回は明らかな文法。そうですね。これ全部文法だった気がします。解きやすかったんじゃないかな、はい、この年は思う。楽しかったです。はい。ということでございました。ありがとうございました。Thank you very much。解いてほしい問題があったらぜひ言ってください。バラシナー。